今日はね、ハムスターにいつも毎日あげてる松揚げをまたあげます。これですね。この厚揚げね、メーカーがね、プラスハーフっていうところで業務スーパーで売ってますけど、美味しいのでいつもこれにしています。安い65円とかもあるんだけど、この78円のが美味しいです。でまずね、この切り方なんですけどね、ここのね、麺を縦切りにこうこういう感じでね、油だらけなんでね、こう手の元はこうやって、でこれザンバラな感じでこうね、剥がれました。なんかトランプ切ってるけど手品じゃありません。でこれをまたね、再度またこっちの方で、まあ大体四角くなる感じでね、こんな感じで、こんな感じで、そうするとね、大体ね、これなんて言ったらいい、何状っていうのこれ、なんかちっちゃなトースターみたい、トーストっていうか、あの食パンみたいな形になるよね。でこれで揚げていきます。はい、じゃあ今日のね、誰だったかな、そこの、そっから揚げておくか。はい、はいはいはい、お待たせしたね。母ちゃんいるかい、ちゃんと。あれ子供一人、あ、いるか。母ちゃんの下敷きになってたか。揚げるからね、心配せんでよろしいですよ。はいはいはい、揚げますよ。はい、まあ、母ちゃん。もう出ないでいいからさ。はい、お子さんたちもどうですか、お子さんたちもどうですか。いい声出すな、君らは。はい、追っかけてる子。母ちゃんも、お前、子供にやっちゃったか。まあ、とりあえず3枚くらいだよな。お前らのとこいいね。子供同士楽しいことしてんね、またここも。こっちもいいけど、こっちの子もいいね。やっぱいいね、この子供たちっていうのはね。母ちゃんほら戻んね、母ちゃん。はい、君たちはまあそんなもんでいいね。はい、とりあえず蓋しておくよ。おもしのっけとかね、出ちゃうからね。はい、あとはね、君たち他の子、じゃあとりあえずね、スケルトン、どこ行った、スケルトン。スケルトンはどうした。この男の子も大きくなったでしょ、随分。もう大きくなった、ほら。この食欲あるのがいいね。はい、もう一人も出てきた。はい、もう一人。あ、スケルトン。お前からじゃやる。ほら、スケちゃん。母ちゃんはいいよ、ほら、母ちゃん、スケちゃん。スケルトン、大きくなったでしょ、毛もふさふさだし。お兄ちゃんたちに、あ、お兄ちゃんに取られた。スケルトン、あー、お兄ちゃん取られたな。やっぱ体の体格差があるからな。しょうがねえな。スケル君、ほら、スケルちゃん、スケちゃん、スケちゃん。母ちゃんもやるよ、じゃあ。お前ら1枚ずつやるよ、お前ら1枚ずつ、今日のね。母ちゃん体でっかいし、子供は食い盛りだし。ね。スケルトンいいか、お前な。よし、よろしいかいね。あなたの子たちにも今一枚ずつあげますけど、まあ、とりあえずお前、この子もこの間まで赤ちゃんでね、チヤホヤされてたのに、もうこんな大きくなっちゃったから。悲しいな、ハムスター暑いから次とな。新しいのが出てくるから、ジャニーズ事務所みたいだな。もうどんどん、もうあれだよ、若いよ、アイドルが出てきちゃうからさ。古いアイドルがもうあれだよな、
霞んでっちゃうんだよな。悲しいジャニーズ事務所でした。はい、君もほら、君もくれくれタコラだな。はい、くれくれタコラの句、君ほら、くれくれタコラ。はい、お前もやるよ、ほら、耳なし君出てこい、耳なし君。そこにいる耳なし君。耳なし君、ここにいるんですよ。耳なし君いないの？じゃあ、女にだけやっちゃう、ほら。あ、耳なし君来た。耳なし君でーす。耳なし君。いつもいても怖いね、耳なし君。ほら、奪い合わなくてもほら、女やる、ほら。耳なし君の取らないでくださいよ、なんか。うわー、スケルトン君もいいね。みんないいね。もうちょっとこの後ね、全員に配りますけど、ちょっとね、もう、キリがないので、この辺にしときます。あれ、シロちゃんそういえば、ここに裏にいた？あ、君ね。君、この子ね、ちょっと最近もう、暴れるんで、独房に移されてしまった。しんちゃんのデカ息子、ほら。君、独房に移されて悲しいでしょ。悲しいけど、飯だけちゃんとあげるから大丈夫だよ。はい、てな具合でした。